TV 長野の魅力を徹底解剖スペシャルということで、さっきとはちょっと打って変わって打って変わってすごい自然な感じにしております。おうわ、これ絶対おもろいやつ。フォレスタアドベンチャー絶対おもろいやつ。こんにちは、はい、こんにちは、ザランページです。よろしくお願いいたします。ここがですね、フォレスタアドベンチャー長野って言って、はい、木の上大体10メートルぐらいの高さに設置された、まあ、いろんな吊り橋だとかを渡ってもらって、最後、はい、ジップスライドでこの大座法師池の池の上ですね、150メートルあるんですけど、池の上を、はい、滑り降りていく、はい、スリル満点なアウトドア施設となっております。ありがとうございます。じゃあ早速準備をしていきましょう。はい、挟まりました、挟まりました。これからまず練習コースで道具の使い方練習していきましょう。はい、はい、じゃあまず道具の確認からしていきます。はい、まずこのカラビナっていう方なんですけど、このオレンジ色のところゲート下に下ろすと開くようになります。ここしっかり前に誰もいないこと確認してから、しっかりしゃがんでいただいて、距離の紐を持っていただいて、じゃあ早速やってみましょう。はい、どちらから行きますか。じゃあここはもうカズマからで。俺かい。おー、すげえ。おー、すごっ。おー、これ結構体幹使いますね。そうです、トレーニングしてるから余裕ですね。確かに。それはある。めちゃくちゃうまいですね。プロなんで。あれ、楽しい。楽しいですね。では行ってきます。じゃあ生きて帰ってきてください。はい、生きて帰ってきます。頑張ります。行ってきます。おー、な、うわ、これこれさ、これやばいやで、これ。おお、めっちゃ揺れるやんけ。やばい。あ、いけるいけるいける。よいしょ。ちょっと待って、これ来るたら来たら揺れるで、ここも。怖っ。さあ、これは面白いぞ。これおもろいよ。強烈な。うん。うぃー。お前、除夜の鐘ぐらい揺れる。108回鳴らして。オッケー。はよ、行きましたね。楽しい。寝れるねえ。いや、揺れるね、これ。俺は揺れるね、難しい。やばすぎるやろ。やばすぎん、これ。これはやばいよ。うん、これ無理っすわ、俺。
はい、お帰りなさい。これ楽しかった、意外と。これいいね。はい。楽しい。怖くなかったです。いや、めっちゃ楽しかったです。うわ、嬉しい、この距離。よいしょ。おもろ。もう一回、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 もう一回。めっちゃおもろいっすマジで。何が何より楽しい。結構いろんな難易度があって、うん、確かに。なんかめちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったですね。うん、めっちゃ揺れるやつあるし。めっちゃ揺れるやつあるし。まあ長野の方多分知ってるアスレチックだと思うので、うん、今一度なんか遊びに来ていただいて、はい、楽しんでいただけたらなと思います。